日本占領時期のシンガポールでは第二次世界大戦中の大日本帝国によるシンガポール統治について述べる。大英帝国による植民地支配がシンガポールの戦いにより終了し、代わって日本軍による統治が始まった。この統治は東南アジア、大英帝国、大日本帝国、シンガポールにとって重要な転換点となり、シンガポールは 湘南島とその名を改められた。1945年9月12日、シティホールにて日本軍は降伏文書に調印し、これによってシンガポールはイギリスに公式に返還された。日本軍はイギリス領マラヤ全域を2ヶ月で攻め落とし、イギリスの指揮官のアーサー・パーシバルはシンガポール侵攻が始まってわずか1週間を経た1942年2月15日に、 降伏し、これをイギリス首相のウィンストン・チャーチルは、The Worst Disaster and Largest Captulation in British History と発言した。日本軍はイギリス連邦軍が廃棄したセレター軍港や航空基地などを再整備し、その後陸海軍が使用した。また、インド洋における通商破壊戦に従事するドイツ海軍とイタリア海軍との共同作戦を行うための基地も、 設けられ、県独潜水艦作戦や柳船の拠点もしくは中継地となったほか、イタリア海軍は、湘南に潜水艦基地を設けるために工作船と解剖艦を送り込んだ。日本軍は占領後の1942年2月から3月末にかけて、港日華鏡の摘発を行った。これは、華鏡の反日意識が強烈でこの華鏡により、 組織された、高日華強連合会が、マレー戦、シンガポール戦において、英軍に見られない戦意を示し、シンガポール陥落直前に解体されたものの、大量の武器弾薬を与えられて、その後も市内や、マレー半島において、ゲリラ活動に従事し、日本軍入場前後に、市内で略奪、暴行を働いたためだった。日本軍は、一方進撃の際に、 同地で発見した、公日華強名簿及び、探偵局、警察署の記録、救出した法人の進言などをもとに、犯行華強容疑者名簿を作成して、主に公日団体の指導者、公日義勇軍人、共産党員などの公日華強の摘発を行ったが、短期間ということもあり、調査は粗雑で関係のないものも摘発された。こうして、多数の華強が処刑されたが、 この事件によって華僑はますます抗日態度を固め、市内、マレー半島における抗日ゲリラ活動はその後も継続された。日本軍占領下のシンガポール市内戦時中に発行されたバナナマネーイギリス統治時代にシンガポールの主な食料及び資源供給地であったオーストラリアとインド方面からの供給が不可能になった上に、 日本海軍が周辺の制海圏を手にしたものの、イギリス海軍やオーストラリア海軍、アメリカ海軍などの潜水艦による通商破壊戦が行われたことや、シンガポールに進出していた欧米企業の生活必需品や各種工業製品の工場の稼働が止まったこともあり、経済は混乱し、生活必需品の値段がうなぎぼりになる、ハイパーインフレーションに陥った。例として、 米の値段は100カテにつき5ドルほどであったが、後には5000ドルにもなった。日本軍は、食券制度を導入して、人々の食物入手量に制限をかけた。1ヶ月に一度、大人は4 8キログラム、子供は2 4キログラムの米を購入できたが、戦争が継続するにつれ、大人の米の量は25%削減された。観楽前のイギリス当局、日本当局ともに、 住民に対してわずかでも土地を持っていれば農耕による自給自足を推奨した。この農耕推奨は戦時中のイギリスで実施されたビクトリーガーデンと似たものである。食品の品質は急激に落ち、サツマイモやヤムイモは米より安く、庭の畑でもよく育ったため、これらが米に代わって食卓に並んだ。ヤムイモやサツマイモからは様々な料理、 デザートが作られ、1日3食すべてを担った。これら芋類の栄養分は、飢餓の減少に一役を買い、単調さを和らげるためにタッピオカを、その他の作物と組み合わせて食する、新たな方法がいくつも発明された。また、ドル札が不足したため、日本成長は新たに湘南で流通するドル札を発行し、計画経済を実行して、資源の需要と供給を制限した。 これにより闇市が流行する。バナナマネーの効果は薄く、増殺する時期が不適当であったことや、闇市ではドル札が主流であったことから極度のインフレーションと通貨価値の暴落を引き起こした。1942年2月15日にラッフィルズホテルは日本軍に接収され、陸軍将校の宿泊施設となった。ホテル名は湘南旅館に変更させられ、 メイドの制服も和服になったほか、各種サービスが和風に改められた。日本軍は日本語で現地住民を教育するために小南日本学園を設立した。フェイユアン・クリーマンは、次長、アンダー・アン・インペリアルさん、ジャパニーズ・コロニアル・リテラチュア・オブ・タイワン・アンド・ザ・サウスの中で、この学校は南アジアで最も成功したと綴っている。また、日本軍は、湘南大、 一日を設立した。湘南港爆破事件における作戦成功を祝うイヴァン・ライアンとその他 Z 特殊部隊のメンバーたち日本軍成果となった湘南は連合軍によるスーダの作戦の標的となり、1943年9月26日にはイヴァン・ライアン率いる奇襲部隊 Z 特殊部隊がシンガポール湾に侵攻し、7隻の日本の船舶を撃沈し、 その総重量は3万9000トンに及んだ。ライアンは他の作戦も指揮しており、リマウ作戦では足掛け1年にわたって3隻の日本船を撃沈した。しかし、彼は後に13人の仲間と共に捕らえられて殺害され、その他の作戦に参加した10人は日本軍の秘密裁判にかけられ処刑された。また、イギリス軍は、 マレー半島全域に至る地域の情報網を敷いて、日本軍が持つ連合軍の情報を探るために、136部隊という秘密組織を軽かったに組織した。しかしながら白人効果ソイドが、マラヤの民衆に混じって、作戦を遂行することは難しいので、潜入部隊のリーダーとして、当時重慶にいた、マラヤ系中国人の林はかりごと森がリクルートされた。林は同様に、 中国大陸にいたマラヤ系中国人から人員を募り、陳高里らの同志を得た。彼らは皆国民党の政治組織の一員であり、無線通信技術や情報収集の訓練を受けていた。潜入部隊はイギリス領の正論から日本軍のオランダ領東インド攻撃から逃げることができたオランダの潜水艦に乗り、1943年5月23日に、 ペラ沿岸のパンコール島に上陸した。この潜入部隊は、グスタフスというコードネームで呼ばれた。彼らは、その後、ペラを中心に活動し、サボタージュにより経済活動を停滞させ、反日感情を巻き起こすといった作戦を実行に移した。また、共産主義系のマラヤ人民反日軍との接触も果たした。グスタフスは1944年3月まで、 表向きはまっとうな商売を営んでいるように見せかけて実際は重宝を行う地下組織を確立していた。しかし組織の一員が日本の潜水艦をうっかり遊軍と誤認したことから計画が露見した。仲間の裏切りだったという説もある。林はかりごと森と陳高里を含む組織のメンバーは逮捕され一方近くのバトゥガジャ刑務所へ連行された。戦後、 ジ高里が語ったところによれば、林はかりごと森は、憲兵隊に協力するよう強いられたが拒絶したという。そして、食事に配られた、さつまいもを逮捕されている仲間に与えるよう見張り番に頼み、絶食した。赤痢に罹患したが治療を拒み、6月29日に死亡したという。ジ高里カが1995年に交換した回顧録に依拠する文献では、 林はかりごと森、陳タカサドラは赤痢に罹患すると、林はかりごと森が死亡するまで適切な治療や食事が与えられなかったとしている。136部隊は戦後解体された。解体前の最後の任務は、かつての名友だった、マラヤ人民反日軍の武装解除であった。1945年8月には、イギリス海軍から2隻の X 艇が、ストラグル作戦に参加した。 だが、巡洋艦高尾の損害は幅3メートル、長さ8メートルの亀裂が生じ、下部電信室に浸水と損害は軽微だった。この功績を叩いて、イアン・エドワード・フレイザーにはビクトリア十字章が授与された。1944年11月から1945年5月にかけてはイギリスとアメリカの連合軍が小規模な空爆を行った。 戦勝パレードの後に視聴者を退去する日本兵たち第五インド師団の到着を祝う市民たち1945年8月15日に日本は連合国軍に対して降伏し、湘南の日本軍も9月12日に市役所にて降伏文書に調印しここに日本軍による南方統治は終焉を迎えた。これを受けて日本軍統治下の湘南という故障から シンガポールに故障が戻り、パダンでは戦勝記念のパレードが行われた。イギリス王族で東南方の葬式官のルイス・マウント・バッテンがシンガポールを訪れ、寺内敏一に代わって、板垣清志郎から正式に降伏申請を受理した。しかし、イギリス本土が戦争によって大きな被害を受け、インドでは独立運動が活発化したことからシンガポールに、 正規軍や警察を送る余裕がなかったために、日英間の協定により1946年3月頃までは、降伏した日本兵を治安一部隊として駐留させることになった。ありがとうございます。